皆さんこんにちは。テレビアニメ SK8 キャンリキ役の畑中佑です。こんにちは、長谷川蘭華役の小林千明です。はい、ということでね、今回ちょっと特別回です。実は今から11話収録する、今回は直前に撮っております。はい、いつもはねアフターコメントみたいな感じでやってますけれども。そうなんですよ。いやだってもう11話がすごいからさ。そうね、なんかいつもよりテンション低いけど大丈夫？緊張してんだよ。じゃあ早くもう今日ゲスト来てらっしゃるから呼んで。 OK、 それでは今回のゲストをお呼びしたいと思います。アダム役の小安武人さんにゲストにお越しいただきました。愛抱く夢と書いてアダム役の小安武人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい。小安さん、そんな普段はそんな別にそんな変な人じゃないですよね。別に僕変な人。変な人。そりゃそうよ。大丈夫ですよ。皆さん安心。当たり強くて大丈夫ですよ。いやそんな、いや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 。大丈夫ですよ。ねえ、なんか今日はね、あの収録前に。そうなんですね。やるっていうことで、この後の展開を考えると、ちょっと今ねこう笑ってるねこの状況でやるのが一番いいよね。そうですね、そうです、確かに。これ終わったらもうだってすごい不機嫌になってさ。いやいやいや、めちゃくちゃ役に入ってるじゃないですか。もうめちゃくちゃ役になって、二人とはもうなんか口も聞きたくないような状態になってるかもしれない。多分ね、みんなね、あの気使ってくれてるんだよね。小安さん不機嫌になる前に。小安さんの機嫌をですか。そうそうそう、きっと。まあでもそれぐらいちょっとね、今回ちょっと没入する11話。そうなのよ。いやすごい回じゃない、この11話。いやこれすごい回ですね。ちょっとどうなの、レキ君。ね、前回ねようやくランガとこの仲直りできて、ね、で一緒に滑ろうってなってって、アダムにちょっと目をつけられてるみたいな感じで終わったけど、状況ですよね。どうよ、そういう状況。どうレキ、なんだろう、トラウマよ正直。アダムはトラウマです、正直。だってこの前ね、まあ放送されたさ、まあ第4話、4話すごかったね。すごかったですよ、もうあれすごかったですよ、本当にね。信じられないぐらいアダムがやっぱ怖く映ってしまいました、あそこで。いや、やっぱりさ、すごいね、アニメの演出ってと思いながら見てたけど、すごいよね、このアニメのさ、このスタッフの力。いや本当にすごい、本当にびっくりした。はい、こんなにすごい、なんだろう、こう作画とかさ、演出とかで作れるんだね。いやそうですね、それをねこっちも頑張りたいってなるぐらい、アフレコ気合入るってぐらい本当に作画もすごくて、すごい。なんかね、中身をね言えないのがちょっと申し訳ないんだけど、見てくださると本当に俺たちが何が言いたかったのか分かると思うんだよね、このテンション感で。いろんなこうなんだろう、気持ちとかさ、思いとかがさ、こう錯綜してさ、しかもなんかこうすっきり感もあるし、ちょっと恐怖感みたいなものもまだね残ってたりとかしてね。そうですね、すごいね、本当にね、 SK8 すごいね。すごいんですよ。いや本当にすごいです。そう、ちょっとだから11話は多分本当に僕らもちょっと歓声が本当にドキドキというか、なんというか、どういう演出になっていくのかっていう、その前に俺たちがすごいいい芝居しなきゃいけないっていう。本当ですよ、だからもう本当にね、だ今だから言えるからね、まだね、やってないから、そうやってないから、やってないからね、何でも言えるけど。いやそうそうそう、うわ、いやみんなすごいいい芝居してたよみたいな。そうそうですね、今しかもうだから、いやでもバッチリ来ますよ、この後の収録はもう任せてくださいよ、もうね。いやいや、だってもう小安さんとね、どうなのかな。おい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 、みんな可能性あるんだから、頑張る頑張るんだよ。いやでもその皆さんが予想してるような内容にはならないと言えるかもしれないですからね。予想を裏切るというか、すごい惑わしてくるね。でも何度も裏切ってきますもんね。いや確かにね、確かに。まあどっちにしても俺がこう収録終わったら気分悪くなるっていう。あれ来るんだ、あれ来る、まあ確かにな、怖いな、アフレコ後が怖いですよ。そうですね、すごいです、本当に。そんなね、波乱に満ちた、いやもう見るしかないね。そうですね、これはもう絶対見てもらいたいので、本当ぜひぜひよろしくお願いします。そんなテレビアニメSK8 11話、今週土曜日に放送になります。ぜひご覧ください。それではキャンリキ役の畑中佑と、長谷川蘭華役の小林千明と、愛抱く夢と書いてアダム役の小安武人でした。放送をお楽しみに。